バッグのセレクトショップ男女のシシドです。山口です。よろしくお願いします。山口さん久しぶりですね。はい、はい、久しぶりです。アジュリー新作が入ってきたんですね。はい、やってきました。今年も可愛いですね。うん、可愛いですね。USA ですよ、USA、ね。ちょっとアメリカンな柄と、ね、カラフルな柄と、うん、マルチカラー、うん、春夏にぴったりの色ですね。そうですね、目を引きますね、うん、これね、うんうん、はい、差し色にもいいですね、うん、この色本当、はい、なんかアバカでできてるからやっぱり、はい、持った感じすごく軽いですね。あ、軽いですね、うん、でちょっとあのこの生地も柔らかくて、そう、うんうん、で開閉は今までのアジュリーと同じ仕様になってますね、はい、でいただいて、うんうん、はい、ね、かわいい、かわいいですね、耳みたいですね。ここがポイントになってかわいいですよね、うん、ですね、うんうん、赤も素敵。あ、いいです ね赤映えるね。あ、映えますね、めちゃくちゃかわいいです、うん、かわいい、うん、これデニムでもいいしね、切れ目でも合わせやすいですね、スカートでもこう可愛く合わせれるような感じですね、うん、はい、じゃ気になる中身、収納力、はい、ちょっと見てみましょう、はい、中の方なんですけど、ポケット、オープンポケットが1箇所ついてまして、結構あのそこにマチが丸型で広くなってるのでしっかり入れていただけて、ペットボトルとポーチと携帯と、あとお財布、長財布もしっかり入って、これでもまだ余裕があるぐらいなのでかなりたくさん、ね、あの、はい、収納していただけますね、うん、なんかあの羽織物とかも入れられそうですね。そうですね、ちょっとくるっと丸めて、うん、そういったちょっと大きい荷物とかも入れていただけそうなので、結構これ一つであの春のお出かけとかもできそうですね。そうですね、うんうん、すごい使いやすいサイズ感だと思います、うん、サイズがね大きすぎないので、うん、身長が154センチです。詳細は下の説明文をご確認ください。そして今日の動画も面白かったよって思われた方はいいねをお願いします。あとこちらチャンネル登録もよろしくお願いします。ではアジュリーのご紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。